はい、では続きまして2020年8月度軽四輪車の新車売上ランキングベスト15とランク外と、まあ、箱番と軽トラの販売台数について紹介します。軽四の方も8月度は特に新型車は出てなくて、で15位以下ですね、紹介します。で15位が久しぶりにランクインのピクシス1864で、14位が三菱の EK、 まあ、EK スペースとか EK ワゴン、EK カスタムで、13位がスズキジムニー3257で、12位が日産デイズ4445。普通車と一緒で軽四の方も、まあ、7月に比べて8月は低迷してて、で11位がダイハツミラ4643で、ベスト10で10位スズキアルト5020で、9位がダイハツタフト。タフトがあまり売れてないんですよね。ハスラーより売れてなくて5292。8位がワゴン R 5668で、7位がホンダ N ワゴン5853。 N ワゴンもなかなか伸び悩んでて、で6位が日産ルークス6208台。ハイトワゴンなんでもうちょっと植えてもいいんですけどね。で5位がハスラー6384で、4位がダイハツムーブ。ムーブすごいですよね、7594。まあムーブとワゴン R に関しては時期型の情報が出てきてて、まあモデル末期でも人気ですよね、ムーブですね。で3位が、まあこっからはもうスーパーハイトワゴンでダイハツタント9151で、8月度に関しては、あ、7月度もスペーシアの方がタントより売れてたんですね。2位がスペーシア1579で、やっぱり1位が N ボックス14514。先月度に比べたら全体的に2,000〜3,000台売り上げが落ちてますね。でランク外の方をチェックしていって、スズキがエブリィワゴン1463。ランク外っていうこと珍しいんですけどね。でダイハツがコペン182、アトレが186で、ウェイクが1119、キャストが1321。ピクシスに負けたんですね。で三菱がタウンボックスで、ホンダが N1、まあ、生産終了してますからね、17台。 S660 が234、コペンより50台以上植えてます。でマツダは OEM 車で、日産 NV100 クリッパーリオ275、トヨタコペンが88で、ボンネットバーン、スズキのアルトバーンが317で、ダイハツハイゼットキャリーが50、ホンダ N バーンが2285で、キャブオーバースズキエブリーが4544で、ダイハツハイゼットカーゴ4107で、三菱のミニキャブ1332で、日産 NV100 クリッパーが1758で、トヨタピクシスが887で、こっから軽トラでスズキキャリーが
4211で、ハイゼット、ダイハツハイゼットが4768で、三菱ミニキャブ186で、ホンダのアクティが1253。やっぱりスズキとかダイハツに比べたらアクティは打てないですね。で、日産 MT100 クリッパーが948で、トヨタピクシスが495。まあ、アクティの時期型も発売してほしいんですけどね。まあ、今のところはもう軽トラの販売終了が決まって時期型の情報は出てないんで、もうホンダは当分軽トラは発売販売しないんでしょうね。はい、ということで今回2020年8月号の軽四輪車の新車売上ランキングベスト15とランク外とバンとケーターの販売台数について紹介しました。